後ですね、初心者の方向けに、ピックの選び方をご説明したいなと思います。楽器屋行ってもですね、結構大量に置いてあるので、どれを選んだらいいのかなということで、結構迷うことが多いと思います。僕なりにですね、ちょっと考えているピックの選び方というのを説明したいなと思います。まず1点目はですね、楽器屋とかに行って手に取ってですね、そのピックの大きさとかをまず確認します。で、それが、実際手に取ってみてフィットするのかどうかということをまず確認します。で、2つ目はですね、そのピックの厚さとか材質ですね、どんな材質をしているか、ツルツルしているのか、それともザラザラしているのか、あと厚みは厚いのか、それとも薄いのかということを確認します。で、3点目はですね、そのピックの先端ですね、先端のところが、まあ、こういう鋭利な感じになっているのか、それともちょっと丸みを帯びているのかというところを見ます。これによってですね、音色がちょっと変わってきたりとか、弾き心地とかも変わってくるので、ちょっと重要なポイントになってます。で、4つ目がですね、そのピックにしなりがあるかどうかということです。例えばですね、長期在庫になってしまったりとか、あともともと材質が柔らかくてですね、ちょっと反りやすいものとなっていると。そういったものになると、時々新品なのにですね、手に取ってみると、なんかちょっと反っていたりとかですね、することがあって、本当はこういうまっすぐなのがいいんですけれども、ちょっとなんかうねっていたりとか。そういったものがあるので、そこをちょっと曲がっていないかなと、平行になっているかなっていう確認をいたします。はい、それではちょっと各項目について、少し説明をしたいなと思います。まず一番初めはですね、楽器屋に行って手に取ってですね、そのサイズが、フィットしているかどうかを確認するということですけれども、まずはですね、こういった楽器屋に行くといろんな種類のピックがあるわけです。で、その中でも形っていうのはこういうティアドロップの形のものがあったりとか、こういう三角形型の形のものがあったりとかですね、あとはこういうちょっと小さめのピックがあったりとかするわけです。で、この中でですね、まあ自分のその手に一番フィットするものはどれかなということで、まず触ってみるのが大切だなと思います。こうやって実際に手に取ってですね、ちょっと弦を弾くようなこういう素振りをしてみるのもいいと思いますし、まあ、実際こうやって触ってですね、いいかなとか、してみるのが良いんじゃないのかなと思います。で、2番目はですね、ピックの厚みとか材質を確認しようというところで、まあ厚みがですね、結構重要なところで、これだとエクストラヘビーって書いてあるので、一番、すごい厚みがあるようなピックですね。で、逆にこれですね、このピックはですね、薄いですね、0.50mm でピックなので、もうこうやって触っただけでもうふにゃふにゃしているような感じです。じゃあちょっとですね、薄いピックと厚いピック、どんな感じの音がするのかをちょっと弾いてみたいと思いますので、ちょっと聞いてみてください。はい、それではですね、ちょっと、細かいストロークするときにですね、こういう薄いピックを使う方が良いかなと思っているので、ちょっと弾いてみます。次はですね、ちょっと厚めのピックでストロークしています。やっぱりですね、ちょっと薄めのピックの方が軽やかで、しかもストロークはしやすいですね。慣れてくると別にこういう厚いピックでもできるんですけれども、まあ初心者の方とかは、絶対多分薄いピックの方が良いかなと思います。ただもう一方でですね、例えばカッティングするような場合、こういったアコースティックでカッティングをする場合ですね、こういう薄いピックでちょっと今弾いていますね。
をちょっと、ペチペチした感じになってしまうので、これをですねちょっと厚いピックに変えてみます。だとこういうプレイをするとですねちょっとペチペチした感じになってしまうので、ちょっと厚めのやつで弾くと、パワーも出てですねなんとなくキレも良くなったりとかミドルも出てくるのでこっちの方が良いかなという印象です。あとはですね、単音で弾いた時も結構違います。まずは薄いピックで弾いています。でこういうちょっとペチペチした感じにやっぱりなってしまうんですけれども、厚いピックに変えています。こんな感じでやっぱりですね厚いピックを使った方が、アタックもはっきりしますし音自体もちょっと太くなるような印象です。はい、いかがでしたでしょうか。結構厚みでですね音が変わるもんだなと思います。で材質も結構重要な点で、例えばこれはですねウルテックス、まあ、ウルテム素材っていう、まあ、別光に近い音がするような素材で作られているようなものです。で逆にこれはナイロンっていうナイロンの素材ですね。すごい弾いていてピックの減りが遅いです。全然減らないですねこれ。であとはちょっとこういうザラザラした質感のピックがあったりとか、あとはもうこういうクラシックなセルロイドみたいな感じのものですね。でこの三角形のものは、本物の別光のピックです。これもですね全部素材によって音色が変わってきます。もっと細かいことを言えばですね同じシリーズ、こういったフェンダーの同じシリーズで色違いのものがあると思います。まあ、同じヘビーでも違う色のものがあると思うんですけれども、そういったものを選んでも、どれもですね実はちょっと音が微妙に違ったりします。で3番目なんですけれども、ピックの先端見て尖ってるか丸いかなどを確認するという点です。でピックはですねこういった、例えばこれとこのフェンダーのヘビーを比べてみましょう。同じようなティアドロップの形なんですけれども、こっちのピックはちょっと先端が尖ってますね。で一方でこっちはちょっと丸みを帯びている。これによってですね、だいぶ音が変わってきます。こっちのですね尖ってる方はやっぱりですね現場慣れが良くて音がすごいシャープに出ます。でこっちの方はちょっと先端が丸いのでやっぱりちょっと丸い感じの音がします。なのでこういったサウンドの違いもあるので、結構ここの先端っていうのは、僕自身は気にするようなとこですね。で4点目がですね、そのピックに、反りがあるかないかを確認しましょうというところで、例えばですねさっきのこのピックだったらば、まっすぐな状態です。全く反りとかもないですね。でも逆にこっちです。このピックは、やっぱりなんか曲がってますね。こっち側にちょっと反り気味というか、こうやってちょっと横にしただけでもわかるっていうか、ちょっと不思議な曲がり方してますよね。クイって。こういったものは避けましょうというところですね。じゃないとですね、弾きづらいっていうこともありますけれども、まあ、変な癖がついてしまうことがあるので練習するときとかも気にした方がいいですね。こうやって比べると一目瞭然ですね。下の方がまっすぐ、上の方はすごい反ってますね。こういうのはもう使えないので、まあゴミにしてたりとかしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね簡単にピックの選び方ということでご説明させていただきました。ピックの選び方なんですけれども、実はすごい奥深くてですね、今回述べたことは表面的なことでさらっと述べただけなので、あとは実際にですね自分が大量のピックですね、もう100枚ぐらい多分僕は買ってると思うんですけれども、そのぐらいの単位で買って自分で確かめてですね弾いてみるっていうのが一番近道じゃないかなと思います。このピック一つで、音色がコントロールできたりとか弾きやすさをコントロールできたりとかグリップの仕方を調整できたりとかですね、いろいろ細かい点があるので、自分なりに一体何が合うんだろうとかということでいろいろ探してみるのがいいんじゃないかなと思います。
この動画についてですね、何かご質問等ございましたら、インスタグラム、Twitter の DM、あと下の YouTube のコメント欄でも受け付けてますので、よろしくお願いします。